ゴルフしたい子とか、はい、歌歌いたい子とか多様化してくるじゃないですか。社長どんな感じで今後。そうですね、これは社員にもよく言ってることなんですけども、まあ、不景気流行っていう言葉があります。不景気というのはやっぱり時代が変わっても変わらなくて変わらない大事なこと、それはしっかりとやっぱり身につけていかなきゃいけないっていうこと。ただ一方では流行っていうことがありますよね。で特に、まあ、このところのその世の中の変化っていうのはやっぱり凄まじく早い、それから根本からやっぱり変わっていっちゃうということが現実になってると思うんですね。昨今よく聞くことですけれども、例えばヨーロッパイギリスなんかに行った人が現金で何か買い物しようとしたら現金受け付けないと、中国も今そういうこと言われてますよね。つまりお金自体が、我々日本人はどうしても現金でこう、あるいはせいぜいクレジットカードでこう買い物するわけですけど、そういうもの自体がもう通じないっていうか、そういうふうな世の中に今なってきちゃってる。よく言われる AI、シンギュラリティって言葉がありますけれども、これは2045年ぐらいには人間の脳のある部分は完全に追い越してしまうというふうなことが言われて、仕事が根本から変わってしまうだろうと。今まで必要だった仕事がなくなり、それから新たな仕事がどんどんできてくるというふうに言われていますよね。で、小学生あたりでも YouTuber になりたいっていうね、そういう希望の子がいて、結構これが希望する職業の3番目ぐらいになっているということが言われます。そういった意味ではこの流行っていうことにもね、やっぱり敏感でなければいけないと我々は思っておりまして、で、インターネットと全てのものがつながる IoT っていうことが言われますけれども、その根本になるところのなんていうかな、その基本のところは勉強していかなきゃいけないのだろうというふうに思っておりまして、プログラミングですね。これは当初はロボットプログラミングということで、ロボットを使っていろんなものをこう勉強していく、それを組み立てていくっていう勉強なわけですけれども、必ずしもロボットだけじゃなくてね、プログラミングそのものを小さいうちから勉強しておくというか、そこが必要だなというふうに考えて、農会の中にもそういう勉強の、ね、仕組みを今取り入れているわけです。たまたま4月、今年の4月から始めましたけれども、もうすでに千数百人の子どもたちが全国で学んでいるということであります。これは2年目3年目というふうに、やっていく中でね、さらにこのプログラミングを含めたその新しいその分野のね、勉強の輪が広がっていくんではないかなというふうに思っております。よくゲームをねやりすぎるっていうことで、これはまた確かに問題もあるんですけれども、ただゲームをやってるからダメだっていうことじゃなくてですね、ゲームをやってることの中で随分その様々な新しいその分野とか新しいその思考性とか、そういうものに対してのその基本ができていくっていうこともあると思いますので、いたずらにゲームだからダメだっていうことじゃなくてね、ぜひね、その子どもさんが興味のある部分についてはうまくこう時間をコントロールして生かしてあげるというか、そういうことが必要なんじゃないかなというふうに思うんですね。ソフトバンクの孫正義社長が、偉大な社長がですね、小さい時にゲームばっかりやってて、ゲームをやらないで勉強しなさいってよく、言う親がいると。だけど本当はゲームをやってる方が将来に対する勉強になるのかなということをね、言われたことがありましたけれども、あまりにものめり込んじゃうのはよくないですけども、ただやっぱりその必要性っていうか、そういうことを子どもがやっぱり、未来を生きる子どもがやっぱりそういうことが好きで、それをやっていこうとするっていうことはやっぱり見ていかなきゃいけないし、その目をやっぱり伸ばしていくっていうことも必要なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。私も習いたいんです。最近これね、中高年の方のね、プログラム教育って今盛んになってるんです。今後お願いします。